フランソ・アビダールは、フランス、ロンレラベー出身の自転車競技選手。2016年から AG ニア・ r ラ・モンディアルに所属。1992年3月19日に、オルヌ県ロンレラベーで生まれた、フランソ・アビダールは、7歳の時に自転車競技を始めた。2010年、学業のために、オーリアックに移り住み、VC ・オーリアックに所属し、オーベルヌジュニア選手権で優勝。 その後、U23 の2年間を同クラブに所属。2012年には、トップ1215回入り、カンタル選手権で優勝。2013年、DN1 チームの CRC4 ロワンヌニー席。ツールド・ペイド・サボアワとロンド・ド・リーザールで、総合17位に入る。翌年、フランス西部の DN1 チームで走りたかったが結局、AG に R。 ラモンディアルの下部チームであるシャンベリーシュクリスムフォーマションに移籍。2014年、シーズン序盤は足の怪我や親知らずの手術、膝の痛みに苦しんだもののツールドラキャバとグランプリドアヌシーで優勝し、ツールデュジュラデニーに入った。8月から AG に R、ラモンディアルに研修生としてシーズン終了まで所属した。翌年、u カテゴリーは終了したものの引き続き、 シャンベリー・シクリスム・フォーマションに所属。グランプリド・エクスレイ・コール・バトラデュルと試写で優勝し、シルキュート・ド・ソーヌ・イコール・エイコール・ロワールとツールデュ、ピエモン・ピレニアン、グランプリド・シャルビュー・イコール・シャバニューで2位、ローネ・アルプ選手権で3位、ローネ・アルプ・イゼールツアーで4位に入った。この年も、再びエイジー・ニア・アール、ラ・モンディアルに8月から研修生として所属。 10月に行われたトロフェでチャンピオンでは独走していたもののゴール前150メートルで集団に捕まり13位だった2016年 AG に R、ラモンディアルと2年契約で加入1月に行われたツールド・サンルイスでプロデビュー1年目からブエルター・エスパーニャに参加しエースのジャン・クリストフ・ペローのアシストをこなしながら総合94位で完走ジロで、 イタリア・ブエル・タン・エスパーニャ、ありがとうございます。